お願いします。はい、よろしくお願いします。えー、皆さんインデックス作成しますか？ありがとうございます。はい、えー、まあ、こんな感じで,ですねえー。クリエイトテーブルするときとか。まあクリエイトインデックスって書いてインデックス貼ると思うんですが、まあ、まずね。あのインデックスってどんなイメージかっていうのをの理解しておきます。えー、まあ、これあの？ メタファーというか例なんですけど、あの本の中で特定の言葉が出る場所を探すときって、まあ、何も仕組みがないとこう頭からバーッと読んでって探す必要があって、本の長さが2倍になると、かかる時間が2倍になるみたいな感じなんですけど、まあ、インデックスって、要は作品という意味でですね、文字通り作品で、まあ、こう頭文字からパッと見てみると、少ない時間で出現位置が分かるようになっているよねみたいな仕組みだと思います。はい、でそんなインデックスですがあ、データベースのインデックスですが、まあ、いくつか種類があることを皆さんご存知でしょうか。ク、えー、クリエイトイトンデックスってなんか見ると 結構、いろいろ指定できるんですね。はい、これをですね、ざっとの見ていきたいなと思います。 はい。というわけで、これはもう後からもうざっと言っていきます。はい。まずは、インデックスユニークみたいなところですが、まあ、あの、普通インデックスって言ったときには、この辺のインデックスを指すんじゃないかなと思います。B プラス3というデータ構造で、まあ、ポイントとしてはですね、文字列のインデックス貼るときって、完全一致か前方一致のライブ検索でしか引っかかりません。まあ,あ、の本の作品でも2文字目がこれで始まる文字っていうのは探せないですよね。それと同じような仕組みになってます。はい。続いてが、フルテキストインデックス。はい。え文字通り、全文検索用のインデックスです。 いろいろと指定できるんですが、全文検索ってそれ用の,なんかあのエンジンもあったりするんで、MySQL でやるかどうかみたいなところはちゃんと検討した上でやった方がいいと思うんですけれども、使うとこんな感じで,で、す LIKE 検索だと引っかからない、使えないインデックス、聞かないインデックスを聞かせて高速に検索することができますま。タイトルに PHP を含むとか PH、PHP を含んで MySQL を含まないみたいな検索ができます。 はい、続いて、えっと、スペシャルインデックスですね、はい。こちら空間データ型向けのインデックスとなっていて、まあ、あんま馴染み深くはないかなという感じですが、イスコン10の予選というので、ね、あの苦い記憶を持っている方も多いんじゃないかなと思います。はい、えこんな感じで地図をざっとなぞってその中を検索できるよみたいな問題だったんですけど、これは解説でえこういうスペシャルインデックスを使うと早くできるよという解説がありました。はいえー、続いてインデックスの作成の仕方のバリエーションですね。 まずは複合インデックスです。えー、複合インデックスはあの複数のカラムに対するインデックスでアンド検索で2つのカラム指定して検索するとか、まあ、オーダーバイで複数のカラムを指定して相当するときなんかに効、えー、いてくるものです。これ定義する順番と、えー、実際にし検索とかで指定する順番一致しないと効かなくって。まあ インデックス作るときにクリエイテッドアットとアップデー t e d a t の順番で作った場合というのはクリエイテッドアット単体かクリエイテッドアットアップデー e d a t t のこの順番でしか聞かなくてこれ逆順にしてしまうと聞かなくなるので注意してくださいえ複合インデックスに関連するところで言うと実はあのインデックスの相当順というのを指定できてまあ高順、小順というのを指定できてこれも組み合わせ考慮する必要がありますもしその相当順の組み合わせが異なる場合というのは別のインデックスで作成する必要があります今こんな感じでアスクデスクというまあ 検索で指定する場合には、インデックス側もアスクデスクという風に指定してあげる必要があります。はいえー、続いて複数値、まあ、この辺からだいぶなんかマイナーな感じになってくるんですけれども、まあ、1レコードに対して複数のインデックスレコードが生成されるもの、えー、例としてえドキュメントに書かれてたのは、JSON 型内の配列に対してこんな感じでインデックスを貼ることができるそうです。私はは使ったこことないいです、はい、で続いて関数キーパーパツ、はいえー、これは 演算結果の値に対してインデックスを作成できるとまあ比較的最近できるようになったというものなんですけれどもまあこれ下の文みたいにこれはあのドキュメントから持ってきたんでだいぶ抽象的な名前なんですがまあ足し算した結果コール1とコール2の足し算した結果の値に対してインデックスを貼るということもできますでこれあの公式リファレンスって機械翻訳で生成しているものなんですけどもちょっとあの翻訳が不安定でこれ機能キー部品とか言ったり関数キー部分と言ったりちょっとあの 揺れてるのはちょっとご愛嬌というところですね、はいはい、というわけで、まあ、こんな感じでざっと見てきましたで、えー、とインデックスってこう最適化パフォーマンスを改善するために、えー、やりたいというモチベーションがあると思うんですけれどもこの最適化という部分はですねマイスキールの公式のリファレンスにもしっかりと いろんなケースとかいろんなやり方っていうのは書いてあるので改めてこうざっくり公式リファレンスマニュアルというの,をうのはいのいろ意味があることだなというふうに私もこの資料を見ていて思いました。はい、というわけで株式会市ウィルゲートの岡昭恵と申します。はいえー、LT 聞いていいいててたただきままししありがとうございました